どうもこんにちは、にがめまゆみんです。早いもので9月になってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは日本石亀くーちゃんの餌事情、ご飯についてご紹介していきます。来月の10月17日でくーちゃんは26歳になりますが、今まで一応体調や成長に合わせて餌の方はいろいろこちらで管理したり気にかけたりはして生活をしてきています。今メインで挙げているのがこちら。おやつは時々カメカメピューレをあげながら、メインで挙げているのがレプトミンスーパーとカメプロス、この2つの餌を使っています。家に来た当初から家族で可愛がりすぎてしまって、高級な餌ばかりあげていたせいでくーちゃんは大変グルメです。カメの餌でもプレミアムフードしか口にしません。レプトミンスーパーは栄養価がとても高いのが特徴で、生体のくーちゃんにあげすぎるとどうしても太ってしまいます。なので大好きな餌なんですが、キャップ半分以下、これくらいを毎日与えています。で、ちょっとどうでもいい話なんですけど、この餌の中蓋というか、このアルミのビラビラ、皆さんは全部取る派ですか、取らない派ですか。私は半分だけ残してあるんですけど、半分蓋できた方がしけらないかなと思って残してありますが、皆さんはどうですかね。はい、ちょっとどうでもいいお話でした。レプトミンスーパーだけだと生体のオスのカメにはちょっとカロリーが高すぎるので、こちらカメプロスでかさ増しをします。カメプロスには4種の天然ハーブと茶葉が入っていて、カメさんの腸内環境をすごく良くしてくれるんですよね。こんな感じでパッケージに絵があるんですけど、カメが食べると本当にお通じの調子が良くていいので気に入っています。でもくーちゃんはあんまり好きじゃないみたいなので、こちらのレプトミンスーパーと一緒にして匂いをつけた状態にしないと夏でもあんまり食が進まないみたいなんです。はい、2種の盛り合わせ完成。では早速くーちゃんにあげていこうと思いますが、くーちゃんは餌を食べる時の動画を撮るのがとっても難しいカメでもあります。その理由をご紹介していきます。はい、気づかれないように遠目でこっそり観察してみると、こんな感じで必ずレプトミンスーパーから食べ始めます。カメって絶対好きなものから食べますよね。人間みたいにバランスよく食べるってこと絶対しないので、いつもそれが悩みの種なんですが、まあカメだから仕方ないですよね。どれもバランスよく食べてくれるのが一番なんですけど、赤いレプトミンスーパーを食べ終わった後でいつもカメプロスを食べ始めます。食事のスピードはくーちゃんも結構ゆっくりです。角度を変えて忍び寄ったら見つかってしまいました。右側に段ボールが見えてると思うんですけど、ご飯食べさせる時っていつも段ボールで自分のいる側を目隠ししていないとくーちゃんは集中して食べられなくて、そう、こちらに来てしまうんですよね。来よう来ようとして一目散に来てしまうので、もうこうなると食事の時間は終了になっちゃいます。いや、ご飯食べてほしいんですけど、嬉しいんですけど食事代も邪魔してしまったみたいで、なんか申し訳なさ半分、嬉しさ半分の何とも言えない複雑な気持ちになります。それでくーちゃんのご飯動画を撮るのがとても難しいんですよね。そんなわけでカメが餌食べてるところってすごい可愛いんですけど、全然食事中の動画が撮れずにいます。食事中に邪魔してしまってごめんなさい。それにしても今年の夏は終わるのが早かったです。カメのくーちゃん25周年の今のうちの間にいろんな動画を撮って残しておきたかったんですよね。私とくーちゃんの馴れ初めというか出会いとか、あとは私の生い立ちとか自己紹介動画とか、いろいろ撮りたい動画があったんですけど全然進んでません。本当ごめんなさい。こちらの YouTube を始めた理由の一つは、私とくーちゃんの記録を残していきたいということと、カメについての正しい知識や情報を皆さんに知っていただきたいと思ったからです。実は今日本イシガメと飼い主のセットで長生きしている記録っていうのが本当に少ないらしいんですよね。カメ学会で聞いたんですけど、それもあって毎年こういった形で動画を残していけたらいいなと思っています。できればカメと飼い主で一緒に100歳目指したいんですけど、
何歳まで一緒に過ごせるかなってちょっとしんみり考える夏の日の終わりでした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。